はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、じゃあ今回はスターゲイザーの第1ステージをやっていきたいと思います。ちょっとなんとなくだけど大変そうな気はするけど、コズミックイーラ22、後にファーストコーディネーターと呼ばれるジョージ・グレンは、木星探査中地球外生命体の存在を示唆する証拠、エビデンス01を発見。それ以来人々の目は火星を越えた外宇宙へ向けられるようになった。人類がまだ見ぬ希望、宇宙の可能性を求めるように。コズミックイラ73、新宇宙探査開発機構、通称 DSSD による無人モビルスーツ開発プロジェクトは、その拠点を月軌道外の宇宙ステーションに統合し、次の段階へ足を進めようとしていた。しかし時を同じくして地球は未曾有の悲劇に見舞われることとなる。地球への落下直前に現ザフト軍によって粉砕されたが、地上には多くの破片が降り注ぎ、各都市部は壊滅。残された人々も相次ぐ津波に飲み込まれ、多くの命が奪われた。そして町が水没の危機に瀕する中、南米の DSSD 技術センターでは、宇宙環境においての稼働試験に臨む新型モビルスーツが打ち上げの時を控え、静かに夜空を見上げていた。厚い雲に覆われた地上、まるでその先に広がる星の輝きを夢見るように。空へ。
モビルスーツ相手に戦車かよ。ジンタイプイーサージェント2体内だ。こいつはだって動かせないでしょ。自分だけしか動けねえし、いくぜ突っ込むぜ。どうだ、6800はさすがに当たらないと信じたい。今がチャンスだ、しっかり狙えよ。いけ2900。爆発がある。ん、いくつだ。2900の500。死ぬな。お、こいつらも。いけ、73%。からの俺か。これは回避しないと無理じゃない。よし、回避した。で4800、いけるか。当たれ。また頼むぞレイヤス校長。倒した。取り締めはズリーゼ。目障りなのよ、この。
1話にしてはやっぱ敵の数が多いな。普通にバクがいるし、5人で連打とはいえ敵の数が多いってことは、こいつらゲットゲージいけそうだけど、1人に絞った方がいいね。4体以内。いやどうする、デュエルかストライクノワールか。260強えな。270攻撃力ね。265射程的にはやっぱバスターだよな。1の射程がないけど、13000移動力7なんだ。ストライクの終わるかバスターだけど、バスターの方が使い勝手は良さそうだから、ちょっとバスターにしようで、ちょっともう4ターン以内にこれをやるっていうのは諦めて、やっぱ登録第一、登録を優先しましょう。なので待ちます。固まって、で減らしてるやつ、どれが強い？なんか攻撃力みんな高えな。俺たちが負けることなんざ 100% ありえねえんだよ。6000当たんのか。あ、てかストライクノールの方か、先にやったの。いや、やっぱゲージの溜まりはちょっとな、微妙だな。 82% いけんな。4000、5000、ちょっともうこれでコツ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 倒していくしかない。よっしゃ、たまったこれちょっと次ノワールやろう。いや、ここいいぞ1分けいいな。先にやっとくべきだった、マジで。そして何よりこれ連携攻撃でマジ複数体倒せるからな、超楽。さあ、これで敵はいなくなったんで進んでいこう。さあ、これで到着。上下か、前もか。よかった、あいつ鍛えてなくて。どうする、どういう配置でいく。まずこいつらを倒さなきゃいけない。ケルベロスバク
減らして3匹いっぺんにいけるかな。そうしたらでこっちも連携でいこう。オッケーで、ストライクのワールもこのまま連携で5000は当たっ、あ、いや2人しかいないんだ今、そういうことか。まあいいや、6000、1人減ったんだ。で、あの爆風が来るか。強いのはこれ。たまんないなこれは。多分、いや全然たまんないわ。まあもう多分無理なんで回収に入ろう。格闘効率化とかいうのがある。これカトリにパクらせよう。ゲット。あー 3% か。まあまあまあいいや。この忍耐力は平大和に一応取ってあげよう。まあさすがにストライクの終わるゲットゲージ食べるのは無理だったね。ただバスターが手に入ったのはかなりでかいな。ベルデバスターパイロットはいない。お、すげえ、追加装甲ヒットポイント1万、めちゃくちゃでかいな。これもこれで結局いくらすんのっていう話だからね。んー、こっち少し鍛えるか。フェニックスゼロを変えよう。4万3000とか。ウィングガンダムより高いし、てか強え。いやマジでいいわ。金を投入する。で射撃値高いやつがいいよね。こっち射撃しかないよね。だから射撃特化のやついたはずだよ。こいつだ、射撃200ある。その代わり格闘値10しかないけど、まあ別にいいでしょう。反応値146、なんか強いのか強くないのかお金だ。あ、反応値高いね。エリスクロード基準に行くと、あ、全然いいじゃん。よし、エターナフレイル、ベルデバスター。てか俺どんくらいなしょ今。130、格闘90しかねえのか。まあ別に格闘機じゃないからね。まあ、いつかはちょっと別の機体に乗り換えると思うけど。よしよしよし。じゃあここはバイエイトとベルデバスター。え、じゃあベルデバスター俺乗った方がよくね。じゃあ変えよう。俺ベルデバスターにして
で、バイエイトにしてればいいんだ。バイエイトだって、ね、射撃機だから、こいつ合ってるよ、エターナルフレイル。で、なんか、自分が乗ってたから、いろいろ装備してんな。あ、そうだ。ジャンクパーツだ。恒例のジャンクパーツを装備させなくては。もう一個だけ余ってんのか。で、これは物理属性でしょ。あとつけるとすれば買わなきゃいけないよね。金だな。どうしても。機動力60、防御60。3万5000だもんな。1で3万5000ってことは2とかになって7万数とか倍数じゃねえかよ。エネルギータンク30か、微妙だな。30って攻撃1回分くらい、あ、2回分はいけるか。ビームライフル、それ考えると結構いいけど。パワーエクステンダーって何？これフェイズシフト走行でしょ。すべての武装消費 10% 軽減、いいな。よし、これでめちゃくちゃ強くなった。めちゃくちゃ強くなったからまたそれなりの話を進めていける。さすがにスターゲート2は無理。アストレイとかなんか進めるのはありっぽいよね。 G ユニットとかちょっとこっち系最近全然やってないけど、まあちょっと戦力がだいぶ増強されたんで、まあまた進めていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。